まあ今回ね、パート別にタイトル、リード文見出し、内容、本文、SEO 対策、設定という項目で解説をしてきました。狙っているキーワードで今上位に表示されている記事がその今の SEO も正解だと思ってください。読者の判断は全部クリックしないです。はい、今回の動画は SEO が上がらない時にチェックする項目というテーマで話をしていこうかなと思います。まあこのチェック項目っていうのは基本的に僕自身が 記事添削をするときにチェックする項目ですね。まあ仕事柄いろんな人の記事添削をすることがあるんですけど、そのときにどういうところを見ているのかっていうのをお伝えしておきます。まあそれがそのまま、あのー、SE をね、上がらないとかブログで稼げないっていうときにチェックするような項目になるので、ぜひ今日の動画を参考にしながら自分の記事をセルフチェックしてみてください。はい、ということで、まあこれからえっとブログのチェック項目についていろいろと話をしていくんですけど、今回はパート別に解説をしていきます。 まあタイトルとかリード文とか見出しとかまあそれぞれでどういうチェック項目があるのかっていう話をしていきます。まずタイトルからですねタイトルのチェック項目一つ目がタイトルにキーワードが含まれているかですねまあこれ基本中の基本なんですけどまずとりあえず まあそのタイトルのキーワード含められているのかっていうのは確認してください。まあその転職エージェントおすすめっていうのを狙っているんだったら当然タイトルには転職エージェントおすすめっていうのは入れてないとダメです。まあ初心者以外、まあ超初心者以外だったら全員できてるのかなと思うんですけど、これができてないと上がらなくてもしょうがないので、ぜひこれはまず確認してください。続いて、読者にとって魅力的なタイトルかどうかですね。まあこれ割とできてない人も多いんじゃないかなと思います。はい。言ったら、 ま、その一つ目、キーワード含められているかっていう話をしたんですけど、そのキーワードを含めるっていうことにめちゃくちゃ必死になってしまって、なんか読者が置き去りになっているケースですね。はい。その Google の SEO しか意識してないようなタイトルをつけちゃう人って結構いるので、でも重要なことって、結局それをクリックするかどうかって誰が決めるかっていうと、読者が決めるので、ね。なので、読者にとって魅力的なタイトルをつけるっていうのは重要なことなので、当然キーワードを含めるとかね、その SEO 的なことを考えてなきゃいけないんですけど、それを考える。 のとプラスして、ちゃんと読者にとって魅力的なものになっているかどうかっていうのはチェックするようにしてください。はい。そして3つ目、タイトルの文字数が適切かどうかですね。はい。これ具体的に言うと32文字から40文字ぐらいです。このぐらいでタイトルをつけるようにしてください。短すぎてもあんまり良くないし、長すぎても良くないです。まあ、短すぎるってなると、もうちょっとキーワード入れられるよねっていうことで、SEO 的にはもったいないな。 と思いますし、あと40文字以上ってなってくると、まあ、どんどんキーワードの数増えていくんで、キーワードの数増えれば増えるほど、1個あたりのキーワードの重要度みたいなのを分散して SEO 的にはあんまり良くないので、まあ、32から40文字ぐらいで付けられているからですね。別に厳密に32から40文字じゃなくてもいいです。30文字じゃダメなのかって言われたら別にいいですし、42文字じゃダメかって言われたら別にいいです。いいんですけど、まあ、おおよそ32から40文字ぐらいで付けておくといいかなと思います。はい、続いてリード文ですね。リード文のチェック項目。 記事の概要と結論がちゃんと把握できるかどうかですね。はい。これ、あんまりこう、リード文に力を入れてない人だとできてない人が多いです。まあ、要はリード文がほんまに本文に入る前の本当にちょっとしたものしか書いてないようなパターンですね。でも当然そういうのはダメです。なぜかっていうと、リード文すごい大事なんです。理由は記事を読む読者のが一番最初に読むのがリード文だからですね。リード文が一番最初に書いてあるんでね。 それを読んで、その後を読むかどうかっていうのを決めるので、リード文っていうのはすごい大事です。はい。で、このリード文に、まあ、その記事全体の概要と結論を含められているのかっていうのも大事。まあ、いつも言うんですけど、そのやっぱり Web の世界ってアンサーファーストなんで、要は先に結論を伝えるっていうのがすごい大事なんですよね。その時間がない中で記事を読んでる人が多いので、なので結論を先延ばしにしたような記事を読んでくれるかっていうとなかなか読んでくれない。先に結論がわかるような記事。 をみんなは読もうと思うので。なので、リード文の状態で、あの、結論をね、伝えるようにしてください。まあ、リード文で結論わからないような記事っていうのはなかなか読まれないので。はい。そして続いて、えっと、リード文は500文字以内で簡潔に書かれているかどうかですね。これも、人によっては、リード文すごい長い文章を書いちゃう人いるんですよね。僕が今まで見てきた記事の中で、覚えてる範囲で、この記事のリード文は長いなって思ったリード文は2000文字ぐらいありました。 リード文2000文字ですよ。原稿用紙にすると5枚分。いや、もうそれはリード文じゃなくて本文やん。<laughs> その導入とかじゃなくて、もうそれはさすがに本文やろっていうぐらいの長さなんで。それは長くなればなるほど、そもそもそれを読むっていう気持ちがまだ読者出来上がってないと、そんな長い文章読まないので。はい。なので、まあ500文字以内。まあ個人的には300文字ちょっとぐらい。 300から300 350文字くらいで書くことが多いんですけど、まあ、長くても500文字くらいで収められるようにしてください。はい、詳細な内容っていうのは基本的にそのリード文の後の本文の方で出てくるものなので、はい、リード文であんまり長く書きすぎるっていうのはよろしくないんでね。はい、そこをチェックをしてみてください。続いて見出しです。見出しのチェック項目一つ目が、キーワードは含まれているかどうかですね。まあこれタイトルと同じです。見出しにキーワード含まれているのかどうかっていうのも同じように重要です。 だから、例えば転職エージェントおすすめみたいなところで上げていきたいんだったら転職エージェントとかそのおすすめみたいなのは見出しになるべく入ってる方が望ましいです。はい。なので、まあちゃんとね、キーワードを見出しに含めることができてるのかっていうのは確認してください。そして二つ目。見出しで結論や内容を把握できるかですね。はい。これあんまり話をする人がいないんですけど、僕は結構重要かなと思っています。まあ要するに読者ってその記事をね、読んでくれるんですけど、そんなに真面目に 一字一句読んでくれるわけじゃないんですよ。基本的には読者って読み飛ばします。自分の興味あるところだけを読む。あと目立ってるところだけを読む。って考えたときに、見出しって、まあ、デザインされてるんで、目立つじゃないですか。なので、そこって読んでくれる確率高いので。だからそこに、ちゃんと、えっ、ー、と、結論とか内容みたいなことを含めるってことですね。なので、よくある、 見出しだと例えば SEO について書いているような記事だと SEO とはみたいな見出しがあったりするんですけど、僕はあんまり良くないと思っている。なぜかっていうと、その見出しだけでは何もわからないから。だから SEO とはだけ書くぐらいだったら SEO とは検索エンジン最適化のことであるみたいな方に書いてあげる方が、その見出しだけでもわかるじゃないですか。まあ、検索エンジン最適化って書いてもそれが何かまではわからないですけど、でもそれが知りたい人は本文読めばいいので。 はい。そんな感じで、見出しだけで結論とか内容を把握できる方が、まあ、記事としては親切だと思うんでね。で、今って大体、その見出しの内容を自動的に拾ってきて、その記事の上の方に、目次出すものが多いですよね。そこの目次もめちゃくちゃ分かりやすくなります。結論とか内容を含めてやると。はい。SEO とはだけ書いてあってもね。SEO とはって書いてあってもわかんないですけど、SEO とは検索理状最適化って書いてあったら、あ,あ、そういうことなんだなっていうのが、まあ、それが並ぶんで。まあ、文字数多くなりますけど、分かりやすくなります。はい。そして続いて、 見出しは読者にとって魅力的かどうかですね。まあこれもタイトル抜いてないんですけど、やっぱり SEO のことだけを考えちゃうと、すごい不自然な見出し作っちゃう人って結構多いんです。さっき、その見出しにもキーワードを含めようねっていう話をしたんですけど、じゃあ転職エージェントおすすめっていうのを全部の見出しに突っ込むみたいなことする人結構いるんです。もう言ったら見出しの最初が転職エージェントおすすめから始まるみたいな。いや、読者にしてみたら何これっていう話じゃないですか。 で、それをやって SEO に効果あるかって言ったら、それ SEO に効果ないです。それはおかしいんで。明らかに不自然なんで。なので、SEO のことを考えて、ちゃんとキーワード入れるとか、そういうことも大事なんですけど、やっぱりそれよりも、何のために記事書いてるかっていうと、読者のために記事書いてるわけなんで。だから、読者にとって魅力的かどうか、違和感ないかどうかっていうのは重要なところなんで。はい、そこのチェックをしてみてください。はい、続いて、見出しのチェック項目、最後ですね。見出しタグの順番は適切かどうか。 はい、ここもチェックをしてください。で、見出しって、まあ、初心者の方だと知らない方いるんですけど、順番があるんです。で、どういう順番になってるかっていうと、基本的に小さいものから大きいものっていうのを順番に使っていくっていうルールがあります。なので、まあ、H1 に関しては基本的に記事の中で使わないです。あの、記事のタイトルに使われるものなので、別に H1 をその記事の編集画面とかでね、こっちで使うことはないんですけど、基本的に H2、H3、H4 ぐらいまでです。 使うのってで、それを順番に使うっていうことですね。はい。まあ、よくあるのが、見出しのデザインで決めちゃう人って結構いるんですよ。だから、見出し2よりも見出し3の方が、なんか自分はデザイン的に好きだから、2の代わりに、見出し3を使おうみたいな。まあ、要は H3 ね。<laughs> H3 を使おうみたいな人がいたりするんですけど、これダメです。ちゃんと順番守らないといけないので、だから、えっと、H1、まあ、要は記事の中で、一番、 大きな見出し。まあ、H 1がその記事タイトルになりますけど、じゃあ次に、えっと、大きな見出しっていうのは H2。で、H3 っていうのはその H2 の中でしか使えないっていう決まりになってる、ね、まあ、これ SEO 的にっていう話なんですけど、まあ、HTML 構造とか SEO 的にそういう決まりになってると思ってください。はい。なので、デザイン的に好きだからって言って、H2 がないのにいきなり H3 をこうやってポンと置くっていうのは良くない。 なので、その辺の見出しタグの順番を守れているのかどうかっていうのもぜひ確認をしてみてください。はい。そして続いて、記事の内容についてですね。内容に関してのチェック項目。まず一つ目が、上位記事は網羅できているか。はい。これ確認をしてみてください。で、上位記事はね、その記事書いた時っていうのは網羅できていたかもしれないけど、でもどん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 上位の記事変わっていくんで、なので定期的にね、チェックをするようにしてください。まあ、基本の考え方として、その狙っているキーワードで、今、上位に、 表示されている記事が、その今の SEO も正解だと思ってください。はい。なので、上位記事の内容っていうのを網羅できているのかどうかっていうのは大事なことなので。なので、自分の記事でね、ちゃんとそれができているのかっていうのを確認してみてください。二つ目、他では読めない情報をかけているかですね。まあ、これもすごい大事なところで。特に今の SEO、ここ1、2年、まあ、数年ぐらいの SEO では、ほんまに重要になってきてるなと思いますね。まあ、いわゆる独自性と言われるものなんですけど、 はい。で、やっぱり、どこでも読めるのような内容っていうのは、まあみんなそんなに読みたくないわけですよ。だってどこでも読めるわけなんで。まあまた同じ話かってなったら、するじゃないですか。で、検索エンジンも同じで、やっぱりどこでも読めるようなものを上位表示しようとは思わないんですよね。まあどれ上位表示しても同じなんで、しかももうすでにそれって上がってるわけで、SEO で。だから自分が後から同じような、どこでも読めるようなものを書いて、それが評価されるって基本的にありえないんですよ。 なので、まあ、どこまで独自性を出せるのかっていうのは重要なところなんですけど、まず自分の書いてる記事で、まあ、自分のね、書いてる記事の内容がどこでも読めるような内容だけになってないのかっていうのを確認してみてください。はい。まあ、その上から下まで全部オリジナリティのあるね、自分しか書いてないような内容を書けっていうわけじゃないんですよ。さすがにそれは無理なんですけど、ただ上から下まで全部どこでも読めるような内容ってなっちゃうと、どうしてもそれが SEO で評価されるっていうのは難しくなるんで。 それをチェックしてみてください。そして三つ目。三つ目が一時情報をかけているかですね。一時情報っていうのはネットで調べたりとか、誰かに聞いたような情報じゃなくて、自分自身で体験したりとか、足を運んで得た情報のことです。例えば、どこかのお店にご飯を食べに行って、そこのお店のレビューをするとか。あとは自分で商品買ってきて、それを使ってみてレビューするとか。まあ、レビューだけじゃないんですけどね。 まあレビューとかも一時情報なんで分かりやすいかなと思ってレビューを例に出したんですけどまあそういう一時情報が必要ってことですねまあ例えば何かの商品の紹介記事を書くときに例えばネットとかで集めた情報だけを書いてそれで記事を作ってもなかなかうまくいかないです実際に自分で使ってみてそれがどこが良かったのかどこが良くなかったのかまあどういうふうになると思うちょっと良くなるのかとかあとは使う時のコツとか何かあればそういうのを書くっていうことですね はい。そういう一時情報っていうのはね、すごい大事なことで、さっきその独自性が大事だよって言ったんですけど、一等で一時情報が含まれているのかどうかっていうのも独自性につながってくるので、はい。まあ、一時情報を含めることができているのかどうかっていうのもちゃんと確認をしてください。そして四つ目。四つ目が自分の記事の強みを言えるのかどうかです。はい。これもすごい大事なことですね。まあ、ティさっきの話と被るところはあるんですけど、あなたの 記事の強みなんですかって言われた時にいや別にないんですよねってなっちゃうんだったらそれは SEO でも評価されないんじゃないっていう話ですまあそれはそうじゃないですかだって強みがないってことは他の記事と同じようなものになっちゃってるわけでだったら他の記事が上位表示されてるんだから自分のやつが上位表示される理由はないですよね はい。まあ、それを Google が理解してくれるのかどうかっていうのはまた別の話なんですけど、少なくとも記事書いてる人は自分の記事は他の記事とここが違うからっていうのはちゃんと言える必要があるかなと思います。まあ、それが言えないんだったらちゃんとそういうのを言えるように記事を作るっていうことですね。自分の記事はここが他とは違うと。他よりももう圧倒的にわかりやすいとか。例えば、他の記事とは違って自分はこの商品の開発者に会いに行って話を聞きましたとか。 この商品を10年間使い続けてますとか。か、まあ、そういうことですね。はい。まあ、何でもいいんですけど、何かしらの強みがないといけないので。はい。そういうものを言えるかどうかですね。そして、内容に関してのチェック項目。最後、読者に信頼される実績はあるか。まあ、これもすごい重要なところですね。やっぱり実績があるのか,かないのかっていうところは、やっぱりその SEO にも大きく関わってきます。当然、実績ある人が書いてる記事の方が評価されやすい。 し、読者としてもね、安心して見れるんですけど、まあそういうものをちゃんと持てているかどうかですね。で、まあ実績がないから絶対に上がらないかっていうと、そんなことはないんですけど、ただ完全に実績ある方が強いんで、だからちゃんと実績あるのかどうかっていうのも確認をしてください。で、もし実績ないという場合は、どうしたらその実績ができるのかっていうのをぜひ考えて行動してみてください。 なので、例えば他のブログだったらみんな資格を持ってるなみたいなのがあるんだったら自分もその資格を取ろうっていうことですね。まあこれもうほんまに最近のアフィリエイト、まあブログとかアフィリエイトだったら当たり前のようにやられてるんで、割と難しい資格もこのブログ運営をするためだけに取ったりもするので。はい、でも全然できないことじゃないじゃないですか。まあ何かね、サラリーマンをやっていて仕事で資格がいるから資格を取るっていうのもやられると思うんですけど、ブログも同じですね。 はい。まあ、その権威性とか信頼性みたいなところが重視されたりもするので、まあ、そのために資格が必要なだったら資格も取ろうよっていう話です。まあ、それがある方が絶対うまくい,いきやすい、やすいので。別に資格を取らなきゃいけないって言ってるわけじゃないんですよ。別に資格以外の方法でも何でもいいんですけど、実績とかって。まあ、僕だったら2005年から17年間ブログをやっているとか、あとは ASP とか広告代理店で働いてましたとか、まあ、そういうのが実績になるんですけど、まあ、それ言ったら資格とかあるわけじゃないんですけど、まあ、そういうもので別にいいです。 まあ、とにかく読者に信頼されるような実績があるかどうかですね。それがあるんだったら、もうそれは思いっきり記事でアピールした方がいいし、ないんだったらそういうものを作るためにどうしようかなっていうのを考えるのは大事なことなので、その辺もチェックしてみてください。はい。そして続いて本文のチェック項目ですね。はい。本文のチェック項目。一つ目が主張に根拠はあるかどうかです。まあ、いわゆるエビデンスと言われるものですね。 で、何かを主張したときに、その主張の根拠となるものをくっつけられるのかどうかっていうのはすごい大事なので、まあそこもね、自分の記事を見返してみて、まあ何か主張してるんだったら、その根拠、エビデンスをつけられないかどうかっていうのは確認をしてみてください。はい。まあちゃんとね、適切にこう引用して記事を書いてるのかどうかっていうのは当然大事なことなんで、その人が自分の考えだけで書いてるのか、それとも他の信頼できるようなものを引用しながら書いてるのかで、 当然その情報の信用度とか正確性っていうのは変わってくるので。はい。ぜひ一度チェックをしてみてください。続いて引用元は信頼性の高いサイトかどうかですね。まあ今引用するといいよみたいな話をしたんですけど、ただどっからでも引用していいわけではなくて、当然引用元っていうのは信頼性の高いサイトの方がいいです。まあ例えば、乳酸菌を飲むと腸内環境が良くなります。みたいなのがあったとして、まあそういう主張したときに、こういう信頼性の高いサイトでこういうふうに書かれているから、 まあそれは本当なんだっていうふうに書くのか、それとも全くその信頼性の高いようなところじゃなくて、誰がやってるかわからない個人のブログを引用してきて、このブログでこういうふうに書かれてるからこれは本当なんだって書くのは、どっちがそれは読者として、まあ SEO もそうなんですけど、信頼されるかっていうと、当然その信頼性の高いところから引用してる方が信頼度は高くなるので、まあそういう 信頼性の高いところからの引用っていうのが大事ってことですね。まあ、例えばどういうところかっていうと、やっぱり大手企業とか、あと研究機関、行政とか、まあそういうところでね、信頼性の高いところ。はい、まあそういうところからの引用とかは積極的にする方がいいので、まあ自分のね、記事の中でほとんど外部リンクとか入れてない場合は、まあその信頼性の高いところに外部リンクするっていうのは覚えておいてください。そして3つ目、誤字脱字がないかですね。まあこれも基本的なことなんですけど、すごい重要なところです。 はい。まあ、基本、こう、SEO で上がらないとか、ブログで稼げない人が書いてる記事って、誤字脱字めちゃくちゃ多いです。で、まあ、その誤字脱字があると、それで SEO でめちゃくちゃマイナスになるかっていうと、そんなことはないんですけど、ただやっぱり誤字脱字が多い人っていうのは、そこまで自分の記事に気合を入れてるわけでもないし、その記事をね、その何回も何回も見直して、より良い記事にしていこうみたいな感じでやっていなかったりもするので、なので誤字脱字があるっていうのは、やっぱその他の部分でも、うん、まあ、取り組み方とか含めてね、 あんまり良くないかなと思うので、そういうのがあるかないかっていうのはちゃんとチェックしてください。まあちなみに良くないですよ、SEO 的にも。誤字脱字があるっていうのは基本、プラスには絶対ならなくて、マイナスにしかならないので、絶対ない方がいいので、まあそこもチェックをしてみてください。そして四つ目。四つ目が読み飛ばしても理解できるか。はい、これも重要なところで。まあさっきも言ったんですけどね、基本的に読者っていうのは読み飛ばします。そんな全部の文章を読んでくれないです。まあ自分自身も何か誰かの記事を見た時に上から下まで全部読むかって言ったら読まないじゃないですか。読者も同じですね。 はい。なので、まあ読み飛ばしていってもちゃんと理解できるような内容。あとは見た目になっているかどうかですね。まあその目立っているところは見られやすいんで、だから目立っているところだけを拾っていってもある程度概要はわかるのかとか。まあ読者がちゃんと理解できるような内容になっているのかっていうのを確認してみてください。そして、冗長な表現を使っていないかですね。まあ冗長な表現って周りくい言い回しとか。 まあそういうふうに考えてもらったら分かりやすいんですけど。やっぱ冗長な表現って良くないです。別に冗長な表現を使っていいことっていうのはないので。だから基本的なその意識としては、なるべく簡潔でストレートな言い回しをするように気をつけてください。これ、割とできてない人が多いです。はい。というか、ライティング上手い人はできてるんですけど、ライティング下手な人はできてないことが多い。もう余計なことを言ったりとか、あとはマリクロい言い方をする。 うんなんだろう。例を出すと意味なくはないみたいな言い回しをしたりするんですけど。意味なくはないって書いてあって、パッてどっちかわかりますかまあ、意味なくはないなんで、2回指定してるんで結局意味あるってことなんですけど、じゃあ最初から意味があるって書いた方がいいんですよ。意味なくはないみたいに書いちゃうとわかりにくくなっちゃうので。はい。ま、そういうね、表現っていうのは良くないので、ま、なるべくシンプルでストレートな表現できるように心がけてください。続いて、初めて読む読者でも理解できるか です。はい。この辺もブログ慣れてないとね、できてないパターン多かったりするんですけど、なんか割と前提知識がないと分かんないようなこと書いちゃったりするんですよね。でも SEO から集客をするって考えると、基本的にその記事を読む人は、その自分のことを全く知らないし、自分のブログ記事っていうのを全く読んだことない状態で、いきなりその記事に来るので、ね。だから初めて読む読者でも理解できるのかどうかっていうのはすごい大事なところです。 はい。まあ、これをね、チェックするって、なかなか難しいんですけど、まあ、でもやるしかないので、まあ、自分が初めて読む読者の気持ちになって、何にも知らない状態で読んでも、ちゃんと理解できるのかどうかっていうのはね、一度チェックをしてみてください。そして、続いてのチェック項目が、読者によって解釈が変わる文章はないかどうか。はい。これもチェックをしてみてください。これね、できてない人多いですね。まあ、その書き方だったら、こういう解釈もできるけど、こういう解釈もできるよね、みたいな。こういうことがあっちゃダメなんですよ。 だって自分は A っていう解釈をしてほしいけど、もしかしたら読者 B っていう解釈をしちゃうかもしれないじゃないですか。そうすると、どんどん理解というか、こっちは A の方向で進めてるのに、読者 B って思ってたらおかしなことになってきて、なんかよくわかんないなってなっちゃうので、誰でも同じ解釈をできるかどうかっていうのはすごい大事なことなので、なので文章を書いていて、ああ、これ別の解釈されそうだなって思ったら、まあ別の書き方をしてあげるか、何か補足するようなことを書くとか、まあそういうことをね、できるといいですね。 はい。そして続いてのがチェック項目、ひらがなと漢字のバランスは適切かどうかですね。まあ、漢字を開くか閉じるかっていうことなんですけど、えっ、ー、と、全く同じ読み方で、ひらがなでも漢字でも書けるものってあるじゃないですか。例えば、全くとか、あと、接続詞とかですね。まあ、従ってとか、まあ、そういうのってどっちでも書けるんですけど、で、そういう言葉をひらがなで書くことを開く。 で、漢字で書くことを閉じるっていう言い方をするんですけど、この漢字で書いてるのか、ひらがなで書いてるのか、まあ要は開く閉じるっていうのは結構文章の読みやすさに影響してくるので、まあそこもね、チェックをしてみてください。はい。まあよくある例だと、またとか、こととか、できるとか、そういうものは基本的に全部ひらがなにします。その方が読みやすいからですね。で、割とまあ漢字をね、たくさん違って、 ちゃうような人もいると思うんですけど、まあパソコンで打ってて変換すると漢字出てくるから、そのまま何も考えずに変換しちゃって漢字使う人いるんですけど、と漢字を使うなっていうわけじゃないんですけど、まあ思ってるよりひらがな多めで書いた方が、ウェブの文章を読みやすいので、まあその辺のバランスも読みやすさに影響してくるので、一度チェックをしてみてください。はい、そして本文のチェック項目、最後。最後が、同じ語尾が3回以上続いていないかですね。はい、だから、例えば、 です、です、です,です、なんとかです、なんとかです、なんとかです、みたいなのは良くないです。その同じような語尾、まあ分末表現に続いちゃうと、まあ稚拙な文章に見えちゃうんですよね。その小学生とか、まああまり文章がうまくない人が書いたような文章って基本的にそういう、あの同じような、ほやららです、ほやららです、ほやらら,ららです、みたいな感じで続いちゃいます。まあそれは語彙力がないからとか、そういうことになるんですけど。 まあでもそれって記事としては良くないので、なので同じようなね、語尾文末表現が3回以上続いてないかどうかっていうのはチェックをしてみてください。まあ2回までだったら全然あります。何とかです、何とかです、何とかします、何とかしますとか。でも3回続いちゃうと、やっぱ気持ち悪くなるので。まあそこはね、えっと3回以上同じ表現続かないように気をつけてください。はい、そして続いてのチェック項目、SEO 対策のチェック項目ですね。はい、まず1つ目が関連記事へのリンクがあるかどうかです。 はい。これもめちゃくちゃ大事なことですね。まあ、要は内部リンク貼れてんの貼れてないのって話なんですけど、今の SEO で内部リンクすごい大事です。内部リンクが全くない記事を SEO で上げるってなかなか難しいと思います。はい。なので、ちゃんと記事を書いていて、まあ、ここから関連記事にリンク貼れそうだなって思ったら、ちゃんと内部リンクを貼ってください。これって、 まあ定期的にいろんな記事を見ていかないとできなくて、まあそれこそ記事ってどんどん増えていくわけじゃないですか。新しい記事書きますよね。で、そのために当然既存の記事にそのリンク入れていければいいんですけど、なかなかそんなに毎回毎回やってられないっていう人もいると思うんで、まあそういう人は、ただ定期的にね、こういろんな記事を読み返してみて、その関連記事のリンク入れられるか入れられないかっていうのは考えてください。で、入れられそうだったらちゃんとそのリンクをね、入れるっていうことです。 はい。そして続いてのチェック項目は適切な装飾ができているか。はい。これもめちゃくちゃ重要です。まあ、読み飛ばしっていう話はしてるんですけどね。装飾があると、その箇所っていうのは読み飛ばしている人でも、まあ、目に留まりやすくなるので。なので、重要な箇所とかそういうのをちゃんと装飾してあげることによって、まあ、読者の理解度を上げることができます。はい。まあ、ただ、装飾多すぎても、結局どこが重要なんてなってしまって、どの装飾も読まれないってなっちゃうので、そこはバランス必要なんですけど、 少なくとも全く装飾がないと、まあ読んでいても、どこが重要なのかわからなくて、結構読者としてはストレス溜まったりするんで、なので適切に装飾できるように心がけてください。そして3つ目がブログカードを使いすぎていないかですね。はい、まあこれも重要なことかなと思います。割と内部リンクだと思考停止で全部ブログカードにしている人が多かったりするんですけど、僕はあんまり推奨しないです。 というか、どっちかっていうと反対しています。なんで内部リンク全部ブログカードにするのを否定するかっていうと、あの、結局、そんだけブログカードいっぱい貼っちゃうと、文章を読みにくくなりますよね。ブログカードってこういう目立つやつなんですけど、四角いね、アイキャッチとタイトルとか入ってるようなやつなんですけど、それが一個の記事の中にバンバン出てくると、やっぱ本文読みにくい。まあ、邪魔されちゃうので。で、あともう一個はさっきね、あの、装飾多すぎても結局重要度がばらけて、 あんまり良くないって話をしたんですけど、ブログカードも同じなんですよね。その、例えば、1個の記事でブログカードが1つしかないんだったら、いや、じゃあそれをクリックしようかってなるんですけど、極端な話、1個の記事で20個も30個もブログカード入ってたら、どれが重要かわからないじゃないですか。じゃあどれが重要かわかんないから全部クリックするかって、そんなことしないんですよ。読者の判断は全部クリックしないです。なので、ブログカードを使うのは、ほんまにこう重要な記事だけ もう重要じゃないやつとか、まあ、そこまで読まれなくてもいいかと思うものは使わないようにした方がいいですね。まあ、すごい厳選するっていうのは大事なことかなと思います。はい、まあ、リンク貼るときにブログカードほとんど使わないです。8割ぐらいはもうテキストリンク使うって思っておいてもらっていいんじゃないかなと思います。やっぱりリンクの基本はテキストリンクなので。はい、だから内部リンクをね、すべてブログカードにしているっていう場合は注意をしてください。はい、そして4つ目が過剰書きを使っているか。 です。はい。過剰書きもね、基本的に積極的に使った方がいいです。なぜかっていうと分かりやすいから。はい。で、これも割と文章苦手な人だとあるあるなんですけど、過剰書きを全く使わない人が多いんです。でも過剰書きを全く使わないと、やっぱ読みにくくなってしまうんで,で、読みにくいと当然、まあ読まれなかったりして、SEO でも上がらないので。だからちゃんと、 あの、過剰書きを使うっていうのは大事なんでね。できるだけ積極的に過剰書きを使うようにしてください。少なくとも一つの記事の中で過剰書きが一個も出てこないみたいなことはありえない。まあ、一個二個でもありえないかな。もうちょっと出てくることが多いかなとは思います。まあ、当然記事のテーマとか長さによっても違うんですけど。少なくとも過剰書きが全くないような記事っていうのはね、ほぼないかなと思うんで。まあ、そういう記事がないように注意してください。続いて、まあ、過剰書きと似てるんですけど、表を使っているかどうかですね。まあ、これは使える使えないっていうのがあるんで、 あの、使えない記事があっても仕方ないんですけど、ただ表を入れられるんだったら絶対に表は入れてください。これ SEO 的にも重要な話。で、この時に注意してほしいのが、表は画像じゃなくて、ちゃんと HTML とかで作った表を載せてください。割とあるあるなのが、まあ、その、Excel とかね、そういうところで表を作った方が自由度が高いからって Excel とかで表を作って、その画像をはめる人いたりするんだけど、それ良くないです。 はい。ちゃんとね、HTML にはテーブルタグっていうものがあって、まあ、それが使われてるんで、なので表を作るんだったらそれ使わないとダメです。SEO 的にはめちゃくちゃもったいないと思いますね。まあ、どのぐらいとかってわからないんですけど、でも、少なくともめちゃくちゃもったいない。はい。僕は絶対に画像で表を作るってことはないので、なので、表を画像で作っている人はね、もうそれは今すぐ、あの、HTML で作り直した方がいいです。多少めんどくさくたって。よくわからなくても HTML で作ってください。 はい。そして、最後が、スマホでも画像は見やすいかですね。はい。まあ、これも重要なチェック項目かなと思います。今って基本的に訪問者のほとんどがスマホで来るので、まあ、その、読者のね、使ってるデバイスがスマホなんで、そのスマホで読みやすいかどうかっていうのはすごい大事なことです。で、あんまりこう、ブログ運営者でスマホで自分のサイト見ることってないんですよ。まあ、最近は増えてると思いますけど、それでも見ない人が多いです。なぜかっていうと、自分のブログはパソコンで見るからですね。 パソコンで作業してる時に見るから、わざわざスマホで検索したりしないんですけど、でも改めて自分のブログをスマホで見てみると、すごい見にくいことっていうのも多いです。まあ特にね、今回スマホで画像は見やすいかって言ったんですけど、そうなんですよ。画像をね、例えば自分でオリジナルで、こう文字とか載せて作ってる人っているんですけど、そういうの、パソコンとかめっちゃいい感じなんですけど、スマホで見たら文字潰れて何書いてあるかわかんないって多いんですよ。でも読者のほとんどがスマホで見てるんで、ってことは、 その読者のほとんどが潰れて読めないものを見てるわけじゃないですか。まあそれは意味ないよね。ていうかあまり良くないよねってなるので、だからちゃんとまあ読者がスマホでアクセスしてきてるんだったら自分もスマホで見て見やすいのかどうかっていうのをチェックしてみてください。はい。まあ特にね、画像でミスが多いので、まあ画像は見やすいかとしたんですけど、まあちゃんとね、画像以外のところも見て、まあ自分の記事がスマホで見やすいのかどうかっていうのをチェックをしてみてください。はい。そして最後のチェック項目です。 記事の設定ですね。はい。チェック項目一つ目。メタタグは設定しているのかどうかです。まあ特にメタタグってメタディスクリプションの方ですね。メタキーワードはもう Google 使ってないって言ってるんで。まあとりあえず設定はしておく方がいいんですけど、まあそれよりもメタディスクリプションの方。はい。でまあメタディスクリプションを設定することにそんなに SEO 効果があるかって言われたら正直そこまではないんですけど、ただメタディスクリプションを設定するって結構面倒くさかったりするんで。はい。なのでまあ他にね、 あの、ライバル意外とやってないパターンもあるし、メタディスクリプションをちゃんと設定している人っていうのは、そこまでやるんだから、やっぱり基本的な本文とか、その記事っていうのもちゃんと書けていることが多いので。なので、まあ、やるやらないで言えば絶対やった方がいいので、なので、SU は上がらないときはね、まあ、できることは全部やっていかなきゃいけないので、メタディスクリプションがちゃんと設定されるのかっていうのを見てください。はい、そして、続いてのチェック項目が、パーマリンク設定しているかですね。 はい。で、まあ、これに関して、パーマリンクね。まあ、別の動画出してるんで、その辺の詳しいことは動画見てほしいんですけど、あの、パーマリンクがちゃんと設定されていて、まあ、英単語で、ハイフンで区切るのがいいと言われてるんですけど、それがちゃんとできているかどうかですね。はい。アンダーバーとかじゃなくて、ハイフンで区切りましょう。っていうのが一応ルールとしてあるんですけど、まあ、これも別にそれをやらなかったからといって、SEO 上がらないかって言えば別にそんなことはないんですけど、まあ、でもちゃんとやっておくに越したことはないので、まあ、日本語でね。 こうパワー,ーリンクを設定している人もいたりすると思うんですけど、あんまりそういうのは良くないかなと思います。まあ基本的に、あの、その Google ってね、プログラムとかアルゴリズムは英語で書かれているものなので、はい、やっぱり英語の方が理解はしやすいんでね。日本語だったらダメなのかっていうのはそんなことないけど、まあ英語の方が無難かなとは思います。はい、最後、最後のチェック項目はアイキャッチは設定しているかどうかですね。はい、まあこれもね、 まあブログをある程度やってる人だったら間違いなくアイキャッチ設定してると思うんですけど、アイキャッチないと気持ち悪いんで、一覧で並んだ時もアイキャッチ何も出ないんでね。でも初心者の人だと割とアイキャッチ設定してない人も多かったりするので、まあこれね、改めてちゃんと設定できてるのかどうかっていうのは確認してみてください。あの、記事のすぐ下とかに出てくるものですね。まあ記事の一番上の方に出てくる画像のことをアイキャッチっていう言い方をするんですけど、まあそれを設定しているかどうかです。 ブログの他をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。SEO 上がらない時にチェックする項目ということで、いろいろと話をしてきました。まあ、今回ね、パート別に タイトル、リード文、見出し、内容、本文、SEO 対策、設定という項目で解説をしてきました。いや、どうでしたかはい。まあ、ぶっちゃけね、なんかそこまでできてないっていうものも、多い人もいるのかなと思うんですけど、ただ、この辺のことができていない。まあ、その一個でもできてなかったらどうってわけじゃないんですけど、ただ、できてない項目が多くなってくると、なかなか SEO で上げるとかっていうのは難しくなってくるので。はい。まあ、全部を完璧にできる必要っていうのはないんですけど、なるべくできるようにね。 今回のチェックリストを使いながら、まあセルフチェックをして、まあいい記事を書けるように、ぜひこれからも頑張ってください。はい、ということで長くなりましたが、これで終わりにしましょう。ありがとうございました。